T.O. t Japan クラシック第1日、3日。死が、セタゴルフクラブ北 C6616 ヤード。パー72、唯一の日米ツアー共催大会が開幕。米ツアーメンバーとして出場する渋野日向子は75と乱れ。7位と出遅れた。10番は、ティーショットを右に曲げるなどダブルボギーを叩き。バーディーは、ピン。 手前5メートルを沈めた14番の1個だけ。4、5メートルのパットがショートして、手前で切れてというのが多かった。そこはすごくもったいなかった。78人が出場し、7位チーは小ブービースイバだ。予選落ちはないし、初日の成績云々より、支部の選手がたまにやることだけど、パーパッドを外して、お先なのか、 自分の番なのかわからないが、タップインの距離でもないのにマークもせずに簡単に打って外すラボが一番残念ですね。一打一打向き合うとよく言っているが、これも大事な一打なのにプレイが早いのと。雑なプレイは違うのでこういうのはやめてほしい。努力というのは正しい方向です。正しい方法ならいい結果になる。結果の悪いのは正しくない努力。 一番は、ルイノは、同じミスを繰り返すこと。ミスの原因を正しく理解することがミスをなくすのだ。初心に帰るべきだろう。テレビ観戦ですが、ドローなのか引っ掛けなのか。ドライバーからウェッジまで、ほぼ左へ飛んでましたね。右ピンチのホールは、ノーチャンスでしたが。せめて、ウェッジくらいはストレートカフェード気味に打てないと。苦しいゴルフになりそう。 初日ブービー発信の渋こさ。日本女子プロゴルフ協会ツアーでは定番になってしまった。でも、今回予選カットがないので、あと3日巻き返しを期待している。10打差では、さすがに優勝は無理でも、ベスト10以内になるよう頑張ってほしい。初日から5位10位以内にいなければ、まず優勝はない。と松山さんが言っておりますね。 渋のさんも初日から気合い入れて。いつも思いますが、予選ラウンドのある試合の時は、予選通過が決まるまで、アンサービスも笑顔も必要ないです。必死なプレーが見たいです。まだ初日なのに、なぜに部の選手だけこんなに非難されるんだろうか。世界ランク9位の畑岡選手が2オーバー。38位の部の選手が3オーバー。気泡たち。 ハタオカ選手も避難していますか誰だって噛み合わない時はあるでしょう。お気に入りの選手を応援すればいいと思うのですが、密かに注目していますが、スカートでプレートか成績に関係ないことでは大になっていることが多いように思います。なんとか頑張って欲しいものです。すごく期待してたので、やっぱり、この触れ幅の大きな娘はまるでジャジャウマだね。 佐藤さんもいまいちみたいで二度とびっくり。予想不能でびっくり箱だけど、本人も大変だろうな。頑張りなさって、涙がこぼれないように、上を向いてやってください。人気があるのだから、賞金はついてこないが、成績が悪くてもファンはついてきます。スポンサーも人気があるので、ついてきますよ。選手は孤独なもんなんですね。 予選落ちはないとのコメントを出すの。それじゃあプロじゃないわな。人気先走り。実力はたまに上位。まあ選手生命も長くはなさそうですね。初日の成績云々より、支部の選手がたまにやることだけどパーパットを外して、お先なのか自分の番なのかわからないが、タップインの距離でもないのにマークもせずに簡単に打って外すラボが一番残念ですね。 一打一打向き合うとよく言っているが、これも大事な一打なのにプレイが早いのと。雑なプレイは違うのでこういうのはやめてほしい。努力というのは正しい方向で、正しい方法ならいい結果になる。結果の悪いのは正しくない努力。一番悪いのは同じミスを繰り返すこと。ミスの原因を正しく理解することがミスをなくすのだ。 初心に帰るべきだろう。テレビ観戦ですが、ドローなのか引っ掛けなのか。ドライバーからウェッジまで、ほぼ左へ飛んでましたね。右ピンチのホールはノーチャンスでしたが、せめて、ウェッジくらいはストレートカフェード気味に打てないと。苦しいゴルフになりそう。初日ブービー発信のしぶこさ。日本女子プロゴルフ協会ツアーでは、定番になってしまった。でも、 今回予選カットがないので、あと3日巻き返しを期待している。10打差では、さすがに優勝は無理でも、ベスト10以内になるよう頑張ってほしい。初日から5位10位以内にいなければ、まず優勝はない。と松山さんが言っておりますね。渋のさんも初日から気合い入れて。いつも思いますが、予選ラウンドのある試合の時は、 予選通過が決まるまで、アンサービスも笑顔も必要ないです。必死なプレーが見たいです。まだ初日なのに、なぜに支部の選手だけこんなに非難されるんだろうか。世界ランク9位の旗を河選手が2オーバー。38位の支部の選手が3オーバー。気宝たち、旗を河選手も非難していますか。誰だって噛み合わない時はあるでしょう。 お気に入りの選手を応援すればいいと思うのですが、密かに注目していますが、スカートでプレートか成績に関係ないことでは大になっていることが多いように思います。なんとか頑張って欲しいものです。すごく期待してたので、やっぱり、この触れ幅の大きな娘はまるでジャジャウマだね。佐藤さんもイマイチみたいで二度とびっくり、予想不能でびっくり箱だけど、 本人も大変だろうな。頑張りなさって、涙がこぼれないように、上を向いてやってください。人気があるのだから、賞金はついてこないが、成績が悪くてもファンはついてきます。スポンサーも人気があるので、ついてきますよ。選手は孤独なもんなんですね。予選落ちはないとのコメントを出すの。それじゃあプロじゃないわな。人気先走り。 実力はたまに上位。まあ選手生命も長くはなさそうですね。